実は僕、免許証の冊子、これ言うとまた新しい犯罪が生まれるかもわからないので、まああれですけど、まああえて言いますが、僕、免許証の写真をツイッターに画像付きでアップしたことあるんですよね。で、先週、そのツイッターの僕の免許証を使って、僕じゃない第三者が、車のレンタカーのカードを作って、で、車をね、借りて、乗り捨てていったと。で、給油カードまで奪い取っていったと。で、免許証の写真が僕やから、住所、名前。で、僕に請求が来て、いやいや、それ違いますよって話になって、まあ、僕には被害がなかったんですけど、免許証の写真をネット上に公開する、免許証自体をネット上に公開している立花さんにも責任があるんじゃないですかって言われたら、まあまあ確かにそれはその通りだと。NHK をぶっ壊す。